はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。はい、今回も都市伝説編を話していきたいと思います。今回は美容師のナンパについてちょっと話したいと思います。僕が東京にいた頃、今やってるか分かんないですけど、モデルハントってやってて、当時インターネットがそこまで主流じゃなかったんで、僕も結構有名サロンにいた時に、そこの専属モデルみたいなのが必要なわけですよ。で、ヘア型みたいなのあるじゃないですか。ああいうのを出す時に可愛いモデルさんをストックする必要があったりとか、まあ今だったらね、SNS に発信する用のモデルさんだったりとか、渋谷駅行って渋谷の駅でこう声かけるわけですよ。で、渋谷駅で声かけて専属のリストとして、確保するんですけど、まあ、無料で、カラーとかカットとかやるんで、来てくれませんかみたいな感じで下っ端のうちはこうやるわけですよ。で、先輩のために可愛いモデルさんを見つけるわけなんですけど、まあ、なんせ僕なんかも人見知りだし、もともとそのイケメンな美容師さんで人見知りしないイケイケの美容師さんとかだったらもう結構ガンガンいけちゃうんですけど、僕なんかも人見知りもするし、顔もブサイクだし、身長も低いし、いいとこないんですよ、ぶっちゃけ。だからもうすげえ苦痛で、僕一番嫌だったんですよ、そのモデハンって。ほんと嫌で、知らない人に話しかけること自体もほんと嫌で、ナンパなんてしたこともないし、ほんとすっごい嫌だったんですよね。本当にそれをやらされるわけですよ。で、話しかけると大体嫌って言われたり、気持ち悪がられたりとか、あと渋谷とかになると美容室じゃなくてなんかホストみたいな人が、そう、夜のお姉ちゃんのハントもやったりとかしてて、なんかごちゃごちゃなんですよね。もうやらないとダメなんでかけたんですけど、なかなかうまくいかなくて、僕ほんと嫌いだったんですよ、そのモデルハント。まあある意味ナンパみたいなもんですけど、こうぶっちゃけて言うと、イケメンの美容師さんとかってやっぱそこのモデルハントから、やっぱりそこでこう、まあナンパです、ある意味ね。そこから次つながって遊んだりとかね、仲良くなったりとか、まあ実際付き合うことまであったりとかね。まあ僕は残念ながら一回もありません。いい思いしたことも一回もないし、全く僕モテないんで、まあ見てわか、まあ動画見てる人わかると思うんですけど、モテないから全くいい思いしてないですね。結構今の時代の人たちはちょっとわかんないですけど、チャラい美容師さんとかって、まあすごいガンガンナンパしたりとか、ガンガン遊んでる美容師さんとかっているのかもしれないけど、僕ね、意外とね、今まで僕とつながった美容師さんとか、僕の周りの美容師さんって今もそうですけど、あんまりこうチャラい人、あんまりっていうか全くいなくて、美容バカの人ばっかりなんですよ。もうビジネスバカみたいな、いい意味でですよ、仕事一直線みたいな人しかいなくて、本当に美容の髪の毛についてすごい熱く語る美容師さんが多かったり、経営に関してすごく前向きで真面目な美容師さんが多くて、僕はあんまりそんなチャラチャラしてる美容師さんと友達になってないというか、まあ多分僕がそういうタイプじゃないから、そういう人が周りに寄ってこないのかもしれないけど、仲良くなれないのかもしれないですけど、あんまりってか、東京で働いてる時も本当いなくて、みんな結構真面目なんですよ、美容に対して。同じようなこう波長の人が集まってるからそうなのかもしれないけど、本当に美容師さんってみんなマジクソ真面目だなっていう記憶しかないですよ、東京に働いてる時も。で、当時は本当に練習もしてて、遊ぶ時間はまずないですし、皆さん決まった彼女さんが一人いて、そんなにまあ遊んでる感じもないですし、そんな時間がまずなかったんで、ただね、今時代がちょっと変わってきてるか、今はちょっとわかんないですね。そういう時代、まあ練習をそこまで残ってやるっていうよりは、プライベートを重視して、美容師さんもね、働き方の革命とかが起きてるんで、まあ、ちょっとそういう部分で変わってるところもあるかもしれないけど、僕は昔の話しか、まあ、事実の話しかちょっと僕は話せない、昔の話しかちょっと僕は話せないんですけど、本当ね、なかなかみんなでもモデルハントしてる美容師さんも結構真面目な人多かったですよ、本当に。まあ遊んでる人もいましたけど、一部はね。だけどそんなにみんな真面目でしたね、本当に。だからどうしても美容師さんイコールチャラいっていうイメージがあるんですけど、僕の周りにチャラい美容師さんはいなかったですね。みんな真面目、結構バカ真面目、普通の人より真面目かもしれない、本当に。今付き合いがある美容師さんとかって本当にバカ真面目です。一般の人よりも多分女遊び多分してないですね。そういう人が多いですね、もう一途というか。
そういう人が本当多いです。はい。まあ何を伝えたいのか僕も分かんないんですけど、意外と美容師さんってチャラくないぞっていうことなんですよ。僕の記憶では。はい。なので、美容師さんイコールチャラいっていうイメージの人も一部いるかもしれないけど、僕の周りではいませんよっていうことです。うん。そう見えても、それはビジネス的な感じでお客さんとそう接してるだけで、実はすげえ根が真面目だったりとかする人が意外と多いんですよね。やること多いですしね、結構勉強もしないとダメだしね、そんな暇ないんですよ本当に。ということで、まああんまり暴露にはなってないんですけど、この動画に関しては、まあ今回の内容に関しては、まあ本当の内容ではないんで、皆さん信じないでください。信じないでくださいって、今回信じてもいいかもしれないですね。今回は信じてもいいかもしれないです。はい。ということで、信じるか信じないかはあなた次第です。はい。よろしければチャンネル登録していただいて、過去のね、動画でかなりぶちまけてる内容もあるんで、美容師さんが見たら僕多分嫌われてます。僕これ不思議なんです、不思議ない。ぶっちゃけ言うと、都市伝説系を上げてから、Facebook の友達も減ったし、結構美容師さんに、嫌われてるんだなっていう実感があります。別に嫌われたいと思ってもこれやってるわけじゃなくて、裏側をちょっと伝えたいんですよ。でなんで伝えたいかっていうと、なんかね、美容業界が少しなんかちょっと違うかなっていう方向に行ってるんで、ちょっと裏側出したいなと思ってます。で違う方って何かっていうと、これを言うとまた僕嫌われるんですけど、本当嫌われるんですよ。本当これ言うと全く嫌われますね。他の動画でも結構言ってるんですけど、最近髪質改善とか多いじゃないですか。なんか薬剤ありきなんですよね。この薬剤を使えば簡単に誰でもできるみたいな。で、アシスタントの生産性を上げて美容室の売り上げを上げる。僕ね、嫌いなんですよ結構。なんで嫌いかっていうと、美容師だから技術を磨いてなんぼだろうっていう古い考えの人間なんで、誰でも簡単に売り上げ上げるみたいな、いつか飽和しちゃうんで、そこの先に美容師さんの未来ないかなって僕は思ってるんですよ。だからそうなりたくないんですよ、美容師さんの将来っていうか。やっぱり技術あって、苦労して研究して検証してあってこその美容師だと思ってるんで、僕は本当に今インターネットの世界でもう見せ方が中心になってて、もうマニュアル化、こういう感じにこうしてこうすればこれだけの売り上げ上がりますよ、2万取れますよとか、すげえ嫌いで、まあこういうこと言うから嫌われると思うんですけど、まあ売り上げ上げてサロンを拡大していくのは一つだと思うんですけど、なんか個人の時代の今とちょっと僕反比例してる気がして、今はいいけどこの流れいつか終わるんじゃないかなと思ってるんですよきっと。だからちょっとその裏側をちょっと暴いていきたいなとか思っちゃうんですよね。それが一匹狼でみんなに嫌われたとしても、うん、でも僕はその自分が、そうだな、自分が発信して、まあそんな影響力ある人間ではないけども、お客さんにもそういうこと知ってもらいたいし、なんかわかんないんで高額取られてるとかすごい嫌なんですよね僕は。そういう美容室、美容師に、そういう美容師になりたくないし。だから、まあちょっと嫌われるかもしれないけど、てか嫌われてますけど、しょうがないですね。まあ、これからもちょっと突き進んで、自分のやりたいことをちょっとやっていきたいなと思ってます。はい。ご視聴ありがとうございました。